は。こんにちは。前回に引き続き、レジェンドステージ28章以降のまとめです。前回の動画も、概要欄から見ていただければと思います。28章、脆弱性と弱酸性。ステージ2、円卓の騎士。カオルくん大集合。余裕かと思ったら、メタルカオルくん登場で、負け。白、一撃だったぞ。メタルカオルくん、攻撃力高すぎ。ステージ3、おにゃんこカタルシス。今度はニャンダム大集合。近づかれたバトルコアラッキョに、なすすべなく敗北。コアラのくせに波動とは生意気な。ステージ5、悪夢からの覚醒。ブンブン先生大集合。ね、メタルブンブンは出てこないよね。そんな敵はいません。ステージ6、覚えたての愛。ミーナ初登場。あら、かわいい。この遠隔攻撃である。は？ずるすぎるだろこいつ。29章、導かれし猫たち。ステージ4、言葉の端のトゲ。エイリアンのアルパッカ、黒い敵のタッちゃんが強力です。特にタッちゃんは、遠方範囲攻撃を持っていて、壁キャラを飛び越えて攻撃してきます。壁キャラが役に立ってねえな。ステージ5、ブラックウェーブ。ダディと、黒い鳥の巨星の、黒い敵コンビです。ダディは黒い敵じゃないけどな。30章、暗黒コスモポリス。ステージ1、ハングリーフォレスト。トナカイの中井くんがいっぱい出てきます。とりあえずお金を貯めようと壁キャラを出してたら、耐えきれず、そのまま負け。中井くん、しぶといんだよね。ステージ3、通勤ラッシュ。後半、大量のマンボウズとカルピントが。いやいやこれ、さすがに勝てないでしょ。ここが一番クリア大変だったかもしれません。ステージ4、ドッキングジェノサイダー。バトルコアラッキョとエイリアンブンブン先生です。バトルコアラッキョの波動でやられつつ、ブンブン先生に城を攻撃されて負け。2体だけとはいえ強い。ステージ5、地下帝国からの死活。という、タッちゃんの遠方範囲攻撃、ドハトの波動にツバメンズ。正直何が何だかわからんうちに、負けてしまいました。遠方範囲の敵って、近づけないから、倒すの難しいよね。ステージ6、暗黒街の支配者。城を攻撃すると出てくるイノエンジェルが止まりません。イノシシ系はみんな強い。31章、ガラパゴス。ステージ2、夕焼けの密漁者。ダディ一体か。まあ、足止めしつつ、お金稼ぎしますかね。からのブラックマ登場。また罠か。ステージ5、楽園の生き物たち。また出てきました。イノエンジェルです。イノエンジェル、その辺の敵の中でダントツで強い気がする。しかも2体いる気がするな。ステージ6、環境保護団体。暗黒の光初登場。対抗戦で全員の動きが止まります。え、動き止めるとかずるすぎるだろ。まあ自分たちも今まで、散々やってるんですけどね。32章、岩のり半島。ステージ1、リンリン暴風林。地味にメタルアンコに負け。こういう時に限って、ジュラ猫がいません。あるあるすぎる。ステージ3、泣き砂海岸。光る、タッちゃんのコンビです。動きを止めつつ遠方範囲攻撃、のコンビがいやらしすぎる。大体動き止めるとかずるすぎ。まあ自分たちも今まで散々。ステージ6、武家屋敷を家騒動。ブンブン親子登場。親の前で子供倒すなんてできない。めっちゃ攻撃してるけど。33章、恐ろし連邦。ステージ3、北方領土。赤祭の一角くん登場。一角なんぞ、猫アップルを手に入れた今、相手にならないんですよ。あ、またブラックマか。ブラックマにはニャンコ砲。は？今当たったよね？ここのブラックマには、ニャンコ砲が効かないようです。ステージ5、宇宙開発局。クオリメンと、暗黒の光のコンビですね。光の開口線で止まってる間に、クオリメンの破壊口線で、やられてしまいます。鏡でも持ってきてやろうか。ステージ6、スパイより愛を込めて。ボスに黒イノシシのイノワール、初登場。出たイノシシ。相変わらずイノワールが止まりません。こいつはもう、見た目だけで強いとわかる。34章、亡者の住まうち。ステージ3、ムール街の悪夢。マンボウズ鈴木に足止めされつつ、バトルコアラッキョに殴られます。バトルコアラッキョに近づかれると、何もできない。ステージ5、ホワイトライトナイト。ラクダのコブ兵、ハイエナジーに加え、ツバメがたくさん飛んできます。しかし黒ガルの波動と、キャスリーの劣化攻撃で一掃。おお、一気に倒すの気持ちいい。ステージ6、猫たちの沈黙。
ゾンビステージです。ボスの博士太郎を倒し、敵の城を目指していた時にそれは起こった。は？やれやれ、ゾンビステージはこれがあるから気が抜けないんですよね。勝った風に言ってるけど、負けてるからな。35章、絶踏パンデミック。ステージ1、感染者密行。ゾンビは身がたくさん出てきます。猫を盾におびき寄せて。ここだ。何がここだ。少し遅かった。ゾンビは逃げ破。ちびぶんぶんか。いや。いやいやいや。多くない？ステージ2、ハイテクコンブよ。久々のメタルステージです。今持ってるクリティカル持ち、全部入れてやりました。特にも猫は 100% クリティカル持ちです。見るがいい、この、大メタル特化チームの力。負けてるけど。まあそんな気はしたよね。ステージ4、脱出を阻むもの。ギャラクシーナンダムがボスか。と思いきやイノシャシも登場。まあ猫アップルと、ナックスパローがいる今、イノシャシは余裕です。いないけど。え？ステージ6、感染、島の主。オオサンショウウオのオオサン、初登場。あれどこ行った？あ。一撃かい。オオサンの攻撃、お城に48万だね、出るらしいです。48万。強すぎ。36章、袋のネズミランド。ステージ2、無気力コースター。ドハト、エリザベス、コアラッキョ、波動持ちが勢揃いです。波動向こうのキャスリーで迎え撃つ。撃てなかった。ステージ4、プラス50度の世界。ラクダゾンビのキャベロンです。強そう。猫マスターで撃破。と思いきやツバメ大量発生。え？は？大量すぎ。ステージ5、誘惑のチキンルーム。イノエンジェル登場。見てくださいこの突進力。すべての敵の中でも、トップクラスの DPS 持ちです。このゲーム、イノシシに優遇されてるよね。ステージ6、ボーンデッドアパートメント。ゾンビステージですね。博士太郎と博士花子のコンビです。嫌な予感。あ、やっぱり。これどうやって倒すの？と言ってたのが半年前の私。まあ見ててください。猫レジェンドと猫マスターをたくさん出します。博士太郎を城まで押し下げて、城を撃破。うまいじゃん。というわけで、レジェンドステージ、28章から36章までの結果でした。特徴的な敵やステージが増えてきたと思います。皆さんの印象に残ってたステージはあったでしょうか？ご指摘、アドバイスもあればコメントで教えてください。高評価、チャンネル登録もお願いします。またね。